じゃあそれはどうしたんですか？朝起きたらサンタさんがプレゼントを置いてくれていたので開けたいと思います。賢かったですか？はい。だから届いたんですか？当たり前ですよ。 それでは何でしょうね。さっき色見たらなんか黒っぽい。何やろうね。何やと思う？分からへん。予想して。予想できない。さあ開けましょう。え、すみっこ？のカバン。カバン？何それ？取れたんですか？手紙。読んでください。今年12歳になったあなたへ。あなたがいつもいい子なのをサンタは知っています。ですが、サンタからのプレゼントは今年が最後です。世界中に毎年たくさんの子供が生まれています。そしてサンタからのプレゼントを待っています。でもサンタが全て行くのには限界があります。そこで素敵なお兄さん、お姉さんに成長した子へのプレゼントはその子の親にお願いしています。来年からは君のご両親に欲しいプレゼントを相談してください。君が家族と良いクリスマスを過ごせるように願っています。メリークリスマス、サンタクロース。ああ、なんて書いてあった？私が最後。そうやな。え、それ、何？手前に開けてね。ちょ、待って。手前に開けてね。カードが入っててね。お、雪だるま出てきた。そっか、今年が最後か。で、ママに頼みます。